ましておめでとうございます。とんでもないことです。この鯛の頭をお出汁に使ってよ。あ、OK。これって魚焼きグリルにも使えるやつ？使える。あれ、柚子って余ってるんだよね。15分ぐらい焼けばいいかな。何を今この鯛、出汁にするんでしょ？うん、そうそうそう。ちょっと焼きすぎじゃないの？いや、まあ、でも、ちょっとあの香ばしい香りをあえて出汁に移したいから、まあ、攻め気味で焼きました。でも、焼きすぎると苦味なんかが出るから気をつけなさいよ。わかりました。さっき言ってたエンドだけど、出汁に使えない。あ、ありがとう。じゃあ、つなぎます。それ全部もらえる？はい、いいよ、じゃあここに置くね。はい。お酒ある？そのね、ブルーの瓶。
じゃあ、いただきます。いただきます。どんな感じかね。鯛を汁にちゃんとしみしみさせてくれる。鯛の出汁とお茶が入ってるのかな。うん、うまい。うまい。これなんか私なんかは、もうちょっとでいいから、こう、塩辛いのが、はい、がチラチラって入ると嬉しいから全体が辛くなっちゃうと嫌だけど。なるほど。昆布が合わない。結構ガジな食レポだな。え？辛口。思いのほうが辛口。気持ち強いのかな。なんか昆布の細かいのとか、ね、なんかほら、なんかそういうよくあられあるじゃない、おせんべいのあられの辛いやつ。こんなに結構辛口だと思う。で、美味しい、美味しいんだよ。すごくさっぱりしてて美味しいんだけど、控えめに しすぎてる感は。お上品なんでしょ。うん、控えめにしすぎてる感は。カルパッチョもそうね。ちょっと控えすぎる。カルパッチョに派生していくと。